今日は自生流体をウニウニさせます。海外通販で購入しました。瓶に入った黒いオイル状のこれ、磁石に反応する自生流体です。見やすいよう白い背景にしました。まるで生きているような愛嬌ある動き、とっても可愛いですね。ずっと遊べます。飽きたので強い電磁石を用意。なかなかのパワー。強い磁力を外部から制御します。自生流体にはまだ労働基準法が適用されないので、音楽に合わせて無限に踊らせましょう。部品をいろいろ用意。仮組みして動作テスト。脅され、踊ってますね。 MDF で箱を製作。接着、固定。さすがにもう慣れたものです。四隅のパネル取り付け用ブロック、いい感じですね。今度は配線を何とかしていきます。電磁石を設置。なんとか配線を収めて。最後に瓶を設置。前のパネルを閉じれば完成です。できました。自生流体をウニウニさせる装置です。一般的にはビジュアライザーとか言うらしいです。早速電源を投入。まずはボリュームのつまみで磁力を変化させるモード。バッチリです。上のボタンを1回押すとマイクモードに切り替わります。つまみでボリューム調整。周囲の音に反応してます。日常の音を可視化できて楽しいですね。背面にオーディオ入出力端子、片方から入力、片方はスピーカーなどに出力できます。それでは踊ってもらいましょう。曲の展開につれて動きがどんどん変わっていくので飽きませんね。ジャンルによっても全然違う動きをするので、音楽を見る楽しみが増えました。というわけで今日は自生流体をウニウニさせる装置を作りました。次はスピーカー内蔵型も作りたいですね。皆さんも野生の自生流体を見つけたらぜひ遊んでみてください。